静岡市に住む視覚障害のある男性が衆院選の代理投票制度を利用した際意思を確認されないまま投票されたとして市を提訴しました提訴したのは静岡市に住む弁護士の宇佐美達也さんです訴状によりますと宇佐美さんが25日青井区役所の衆院選期日前投票所で代理投票制度を利用した際 職員のミスで最高裁判所裁判官の国民審査の票が医師が反映されないまま勝手に投票されてしまったということです宇佐美さんは精神的苦痛を受けたとして100万円の損害賠償を求めていますなぜこういうことが起こってしまったのかで同じようなことが二度と起こらないように、えー、どうしてい,い 静岡市選挙管理委員会は、訴状が届いていないため、詳細なコメントは差し控えるとしています。